ドラムの呼吸、一の方、シングル。ドラムの呼吸、二の方、ダブル。おじいちゃん、お、どうしたのこれ。昨日ね、鬼滅の刃を見てきて、ずっとこの調子だよ。何？鬼滅の刃。秘密の虫は？わしだってたくさんあるよ。まあいいよ。それよ、わしはスーパー行くけど欲しいものないか。スーパーじゃないけど、帰りにコンビニのアイスコーヒー買ってくれない？アイスコーヒー？あれでやるやつ？そうそう、自分で入れるやつ。あ、それは作り方わからん。じゃあ私はいいわ。あ、わかった。作り方わからんかったらボードに教えてもらえよ。あいつ知ってる。いや、私は作り方わかってるんですけど。まあ、おじいちゃん行ってらっしゃい。じゃあ行ってくれ。行ってくれ。気をつけてね。ドラムの呼吸、四の方、パルディドル。皆さんこんにちは、ツコミゴードです。見ました、ついに見れたのです。映画館で鬼滅の刃を見てきました。で、このチャンネルで何かのレビューしようと思ったんですけど、まあ、鬼滅の刃も人気すぎて、もう見たい人は多分もう見てるし、興味ない人は多分もう、ね、興味ないって決めてるから、私が何かを言ったところでね、その映画への印象は変わらないかもしれないですけど、鬼滅の刃好きでした。どんなレビュー。まあ、もともとアニメの方見てすごい好きで、アニメの方もそういう、まあ、炭治郎は、ね、キャラクターとしてはすごくシンプルなんだけど、ね、普通そこまでなんかまっすぐなシンプルなキャラクターはちょっとつまらなくなるんだけど、炭治郎はなんかいちいち覚悟を決めてやってるから、まあ、それでキャラクターとして成り立ってる。そしてアニメの方は結構そういう鍛錬修行してるシーンがすごく好き。なんか なんていう他のアニメとかだったらなんか一瞬、なんか本当に一瞬でもうすごく強くなる、もう大きい技が一瞬身につくんだけど、鬼滅の刃のアニメはなんかもうちょっと地味の努力でそういう技が徐々に身についてくるような感じで、そういうのが好きだった。あとなんかもう修行しすぎて手がボロボロになって、でちゃんとずっとそのボロボロのところ手で描いてるところが好きだった。まあ、映画の方で炭治郎も禰豆子も善逸も伊之助と煉獄さんっていうキャラクターも出て、映画は好きだったけどキャラクターは結構シンプルです。すごく一人のキャラクターを一つの特徴でまとめられてるっていうのが、まあすごくシンプルな作り方なんだけど、まあそっちの方が子供に分かりやすいと思いながら、で「鬼滅の刃」さ、子供にも大人気なんだけど結構グロいよね。結構怖いシーンも出るし、だから子供向けじゃないけど、なんかキャラクターもシンプルだから子供にも人気になっちゃったっていうのがあるね。そして今回の映画無限の列車、なんかすごく新しく見たことないことやってるっていうより、アニメをしっかり作ってる。なんかわかりづらいよね。音楽もそういう技、そして喋る言葉かっこよく決めてる。なんかもうちょっと時間かけて作ってるっていう感じがしてすごく良かった。鬼を倒すときにそういう技出すときも、まあなんか水の呼吸とか炎の呼吸とかで、なんか芸術アート的になって、そういう音とそういう動きのタイミングもすごく気持ちよくて、でその流れの音楽もちょうどいいタイミングに入ってくる。なんか他のアニメをちょっと雑な作り方に感じるような映画でした。そこまで新しいことやってるというわけっていう感じより、もうその映画としてそういう人に見せるの作品としてはしっかり時間かけて作ってるっていう感じがしました。そして終わり方もすごく良かった。私のレビューはこれぐらいです。
そしてネタバレあんまりしたくないからレビューはねこのまましときますまあどっちにしても見たい人は多分ねもう見ちゃったと思うんですけど、すごくおすすめです。ということで見てない人たち見てみてください私のレビューでした。シンプルな レビューですいませんみんなまたね。もう何よりなんかかっこいい日本語使うよね。なんかちょっと古い硬い日本語なんだけどかっこいい、なんか精神の強さが伝わってくるようなあの日本語使うから俺もなんか覚えようと思った